シンガポールのタトゥフーズ、コカ、パープルホイートヌードルス、チー&ライムドライヌードルス、ノンフライ麺に粉末スープと調味油がついています。麺は丸断面で太く、固めでもっちりとした歯ごたえです。重量感がある反面、やや鈍重な印象でもあります。色は紫ですが、味や香りに大きな特徴はありません。ソースは甘酸っぱく、さやかな印象です。ライムの酸味と唐辛子の辛さが絶妙で自然な感じです。旨味はほどほどで、辛さも控えめです。でも全体のバランスがいいので、具を入れなくても寂しさは感じません。調理上の問題として、麺の色は濃いので、ソースが均等に混ざったかどうかの判別をしにくいのが欠点です。なお、この製品は買った時点で賞味期限を超過していました。あまり人気がなく、商品の回転が悪いことの証拠でしょう。